マイルズ、ヨゼフ・バークリー・マイルズ・ジョセフ・バークリーは、イギリスの植物学者、生殖者である。植物病理学の創設者の一人である。ノーサンプトンシャーのベネフィールド、ビギンホールに生まれた。ラグビー校、ケンブリッジ大学のクライス・ツカレッジで学んだ。生殖者となり、1837年からエイペソープで、生殖者として働き、1868年に、 マーケットハーボローの近くのシバートフトの教区牧師となった。早い時期から博物学研究と標本収集を行い、ズーロジカルジャーナルやマガジン・オブ・ナチュラル・ヒストリーに論文を寄稿した。地類の研究に熱心に取り組み、1857年に因果植物入門を出版し、1854年にガーデナーズ・クロニクルに野菜の病理学の論文を発表し、カビ、 細菌や植物病理学のイギリスにおける権威者として知られるようになった。1883年にクライストカレッジから植物学の名誉研究員の称号を受けた。菌類学の分野で6000余りのカビ、細菌の体系的研究を行った。顕微鏡を使って藻類や菌類の正確な多くの図を描き、苔を研究したことで知られ、植物病理学の分野では、 疫病菌に侵されたジャガイモや、ブドウ類のうどんこ病など、野菜、果樹の病気の先駆的な研究を行い、植物病理学に貢献した。9000余りの標本を、旧植物園に残した。1879年に、王立協会の会員に選ばれ、1863年に、ロイヤルメダルを受賞した。バークは、植物の学名で命名者を示す場合に、 マイルズ・ジョセフ・バークリーを示すのに使われる。ありがとうございます。